こちら、お客様の、補助のお写真ですけれども、これだけたくさんの部品を使っていただいておりましてですね。ズバリ30代で1000万円可能ですか？結論、いろんなところ見てますけれども、こういう人がいいなというところでいくと、メイキャリの弓江です。メイキャリの良平です。今回は3年連続国内シェアナンバーワンのものづくり企業、三住の増田さん、古谷さんにお越しいただきました。よお忙ろしくお願いししい中ご登壇いただきありまがとうございます。早速ですが、自己紹介を簡単にお願いします。す。三住の新卒採用で、リーダーさせていただいております、増田優子と申します。本日よろしくお願いいたします。同じく新卒採用担当しております、新卒3年目の古谷と申します。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初に古谷さんから企業紹介の方をお願いします。会社紹介の方させていただきます。私たち株式会社三住グループ本社の中核会社となります。設立が1963年でして、60年の歴史のある会社でございます。また本社ですね、東京都千代田区の九段下の駅にですね、移転してきたばかりで、東証プライム市場にも上場しておりまして、売上高はグループ連結で3731億円、社員数は11804名となっております。で、ミスミって何ということで、我々一言で申し上げますと、B2B のグローバル EC 企業でございます。EC プラットフォーム、いわゆる EC サイトですね。ここで商品を販売しておりまして、その中には自社で企画製造販売を行っているメーカービジネスの商品と、あと他社様から仕入れて販売をしている卸売ビジネスの商品の2種類がございますので、メーカーであり商社であり、そして EC 企業である、こういった特徴がございます。お写真のように工場の中の自動化装置であったり、機械に使われている部品や消耗品を確実に短納期でグローバルに提供することで、世界のものづくりに貢献をしております。こちら、お客様の、補助のお写真なんですけれども、実はこれだけたくさんの部品を使っていただいております。ミスリーが止まるとものづくりが止まるというふうにですね、すごくありがたいとともに責任を強く感じるお言葉を頂戴しております。ミスミのお客様、工場を持っている製造業であれば業界問わずになりますので、自動車であったり、あと医療機器だったり、グローバルで32万社以上のお客様と取引がございます。またグローバル展開ですね、力を入れておりますので、拠点はヨーロッパ、アジア、アメリカ、営業拠点67、配送センター19、生産拠点22と、世界各国に拠点構えておりまして、海外売上高比率がですね 53.7% と、国内は海外が上回っております。こういった結果ですね、売上高は3731億円と、過去最高を更新いたしまして、年平均成長率も 10% というですね、非常に高い成長率となっております。グローバルに社会に貢献したいであったり、速いスピードで成長したい、挑戦できる環境で働きたいという方にはですね、すごくお勧めできる会社かなということで、2ご卒の皆様に向けてですね、先輩社員座談会付き三住仕事研究セミナーを8月に開催いたします。ユニークなですね、ビジネスモデルを学んでいただきつつ、先輩社員にですね、直接質問ができる機会となっておりますので、ぜひぜひご興味ございましたらご参加いただければと思います。多分ものづくりをされているメーカーさんっていろいろあるとは思うんですけれども、その中でも三住様が大事にされていることであったりですとか、主に取り組んでいる事業とかがあれば、よりちょっと深掘って聞いていきたいなというふうに思うんですけれども、いかがですかね。工場の中で使われる部品を自社で企画して製造して販売しているという会社なんですけれども、とにかく会社としてすごく大事にしているのは、お客様が必要なものを必要な量、数だけより長くお届けする、顧客時間価値第一っていうのをスローガンに掲げているので、そこがですね、やっぱ一番肝になってくるかなとは思いますね。すごく高い成長率で成長されていますが、三住さんのどんなところがその成長を支えていると考えられますかということですが、こちらいかがでしょうか。国内は今もちろん今まで力を入れてきたっていうのもあるんですけど、今結構やっぱ海外のところに力を入れてるっていうのもありまして、製造業って今すごく本当に DX 化が加速をしていて、結構もう大変革期っていうぐらいすごい成長を遂げているところなんですよね。それってまあ国内だけじゃなくて、もちろん海外もしかりですので、そこにですね、いち早く介入をしていって需要のところをですね、ちゃんとキャッチアップしていくところは大きいんじゃないかなとは思います。三住
さんを調べるとメビーがすごいという記事が出てきました。すごく興味深いと思ったんですがメビーってどういったものなのですかということですが、メビープラットフォームなんですけど、あと一言で申し上げますとオンライン機械部品調達サービス、例えば車作る機械でもマスクとかを作る機械でも中に搭載されている部品も結構一個一個オーダーメイドされたカスタマイズされた商品になるんですけど、それを今までその手書きで何百枚とか書いてたのは、部品の設計データを 3D CAD でアップロードいただくとその場で見積もりがすぐに取れて工場の方に連携されて届くっていうところで、今まで手書きでやっていたところから 90% の時間を削減することができるサービスになってます。メビーだったらどれぐらいの速さでそのお客様の元に部品が届いたりはするんですか？そっち1台作るのに1500点くらい必要になるって言われてるんですけど、従来 の設計方法とかフローですと大体3ヶ月ぐらいかかっちゃう。メビーでご利用いただくとそこが8日っていうことなの、あと1週間1ヶ月が1週間とかでグッと短縮されるので、すごく早くお手元に届くことができます。海外とかではメビーとかはもう展開されてるんですかね？ちょうど会社としても一番ぐらいに力を入れているところになりますので、今直近ですともちろんアジアも広がっていますし、今もね海外の方には進めてるんですけれども、もっと展開はしていく予定でございます。踏み込んだ質問していきたいなというふうに思うんですけど、ズバリ30代で1000万円可能ですか？結論可能です。おお。ただ、誰でももちろんなれるというわけではなくて、ややストレッチの目標ではあると思いますけれども、クリスタイ社内で、複数いますので、可能です。ズバリ、おすすめの福利厚生、これ教えてほしいです。いかがですか？一つが、企業内でのマッサージルームがあるというのと、もう一つが英会話のレッスンがあるというところ、マッサージルームに関してはハリキュー資格ですねを実際に持っている方を社員として採用して、業務時間中に受けていくことができます。業務時間中なんですか？業務時間中に予約をして、この間私行きましたよね。行きましたね。ちょっとマッサージルーム行ってくるわって。自分ずっとこもっちゃいそうですね、本当にそんなもんで。ネイティブの講師も社員として雇用をしておりまして、これも業務時間中にですね、英語のレッスンをマンツーマンで受けることができます。英語力を上げて海外に赴任したみたいな方もいらっしゃるので、ぜひ使っていただきたいなと思ってます。若手が任せられる仕事について具体的に教えてほしいです。お二人が挑戦した事案などがあれば具体的に教えていただきたいです。チーフ対応に来たので、私まだ2月なんですね。今年の2月に割と来たばっかりなんですけれど、少人数で回しておりますので、2月に配属されての2週間後ぐらいにはイベントにですね登壇していたりとか、数字を扱っていくとかデータを扱っていくとかシミュレーションやってるのもそうですし、面接とか全フィールドに私登場させていただきますのでこの辺りはめちゃくちゃお忙しいですね。あとは今年今期から初めてやる選考フローとかもちょっと企画から任せていただいて、最後まで一回しするところまでやらせていただいたので成長じゃないんですけれどストレッチでできたなとは思ってます。それだけ任せてもらえるってことがまずすごいですよね、環境として。そうですね、ありがたいと思ってます。選考では学生のどんなところを見ていますか？面接が怖いです。いろんなところ見てますけれども、こういう人がいいなというところでいくと、何かこう出来事があってそれを経験した際に何を学び取ったか、何か学びを得ているかというところを見ています。どっかの会社の面接を受けました、面接うまくいった、楽しかっただけではなくって、こういうこと失敗しちゃったから僕は多分こういうところが足りないからちょっとここを改善していこうという学びを得てるとかですね、一つ一つの出来事に対して学びを得ていると次に改善していかせると思いますので、そういう姿勢を持っている方が欲しいなって思ってます。めちゃくちゃ大事な情報ですね、本当に。ちなみに面接の雰囲気とかはどんな感じですか？基本的には全て1対1で行っておりますので、グループ面接みたいなことはないです。人となりを知りたいというところがあるので、結構深掘りもさせていただきますけれども、あんまり型にはまった質問はしてないですかね。穏やかな雰囲気というか、
だと思いまして、うん、実際内定を承諾いただいた方たちからも面接感がすごく良かったですみたいなお声は いっぱいいただいているので、すごくありがたいですけど、本日はこれで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。